はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで早速ではありますが、リリア、両服ピックアップ召喚の会場に向かいたいかなと思います。いやー、どうする、天井だったらもう怖いです。なんてたて、私先日ね、アズールのブルームガチャしまして、と課金したんですけれどももうね、20連分ぐらいまで、ギリギリ20連分ぐらいまでしか今日まで食べてこれなかったんです。あ、はい、お迎えは、こちらポートウェア、ルークのポートウェアですね。この冬に似つかわしくないこのね、夏感ね、夏真っ盛りって感じのはい、やってまいりました絶対欲しい。でちょっとですね、単発のキーがそんなにないので、もう10連の方を、回そうかなと思います。もうね、この10連でできればアズールからいただいた慈悲の心でいただいたこの10連キーによって来てくれればいいかななんて思ってるんですけれども、どうかねまずはね、この、羽が2枚になってくれて、もう最初からもういいぞとかって言ってくる、1枚かいね、ちょっと、ね、どういうこと、もう本当に、あ、ちょっと待って、あ、待って待って、ちょっと待ってください。あー、スッキリップしちゃった。あー、ルークごめん。ごめんね、皆様ごめんなさい。僕なんかフライングしちゃって、鏡さんを無視してしまいました。ごめんなさい。違うの、ちょっとね、片手で持ってるんですけれども、ちょっと指が触れちまったの。ごめん、じゃあミルバイパックごめんね、じゃあミルバイパックいざってたのかな、何玉だったのかな、闇加賀だったのかな。ね、じゃあミルバイパックね、ちょっと聞いてきてくださいます。闇の鏡さんにさ、ちょっとさっきなんて言おうとしてたのって聞いてきてくれないかな。僕さ、この10連でもしリリちゃまが来てたとしたらさ、イザミチを聞き逃していたということ、おっと、もしかしてスカラビアということ、わーおー、カリムか、あれ、ちょっと待って、ジャミルバイパックが来た後にカリム・アルアジーム君が来てくれたということは、これはもうハッピースカラビアじゃないの。あ、もしかしてもう来ちゃう、あ、ドキドキしたハーツかい、あ、ケイか、あら、ケイ君の実験機がいらっしゃいました。あれ、ピックアップしてないね。あ、来るか、あ、ドキドキしたピックアップとは全然ピックアップしてない。SR もリリちゃんはピックアップですよね。あれ、おかしいな、これは、あ、わかった、これは闇加賀でしたわだって全然 SR にリリちゃんは来てないもの何玉とかだったらさ、来るじゃん絶対実験着と式典服のリリア・バン・ルージュちゃんがねいや、闇加賀だった、そう思いたい、そう思うことにする。はい、とりあえずラギーブチですね。おー、来るか、来るのか。おー、の SR はめちゃくちゃ来る。あ、でもこれはリリちゃまではないのか。あー、やっと来てくれました。ピックアップらしい。リリアの、実験機ですね、こちらは、いらっしゃいました。よかった。とりあえずピックアップは仕事してるようです。やや仕事してるようです。SR 率は高いんですよね。まあ、この感じだと、あ、終わったか、あ、終わりましたね。はい、見て、このハッピースカラビア。このハッピースカラビアだけを見てほしい。まあ、SR はね、多いです。3枚来てますね。その中で、まあ、ピックアップも、まあ、やや仕事しているみたいなので、次の、300石で、20連目で、来てくれないと、私、また課金になってしまいますので、次に全てをかける。頑張れ、俺の右人差し指。もう、絶対に欲しいんだもん。いや、本当に、今月さ、28日しか、2月って28日しかないのに、もうさ、課金の額がすごいの。もうやばいの。だってこれ、おー、羽は2枚になったぞ。これ絶対に聞き逃さないぞ。闇の鏡さん、さっきはごめんね。いざってくれよ。汝の魂の形を見せよ。何玉かい。さっきも何玉だったのかな、もしかして。
ごめんね、もう絶対に聞き逃さねえからな。ちょっと触れただけなのにさ、もう俺のスマホが敏感すぎてごめんなさいな。はい、マレ様の制服がいらっしゃいました。あー、7章も気になるな。まだ全然見てないんだよな。なんかやっべーっていうのは噂で聞いたけど、あ、オルトキューねえ、オルトキュンは、7章で出てくる。あ、でも、チャプター1でも結構ね、キーパーソンみたいになってたから、ね、イグニの二人は多分、出るでしょうっていう感じ。あ、竜か。かわいい。見て、この凛とした表情。めちゃくちゃ優等生って感じ。はい、ということで次は、おー、ラギーブッチは先ほどに引き続き、また制服でいらっしゃいましたね。結構来ますね。いや、ありがたいですね。でもね、どっと来るか。あー、これは、あ、ディアソだから、リリちゃまですね、おそらくね。あー、そうですね。もう実験技多いね。ありがとうございます。ピックアップ仕事してます、ちゃんと。式典服もそろそろ来るかな、なんてはちょっと。あー、サバナが多いのよ。これは。ラギムッチでした。ラギムッチ制服でよく来るね。なあ、いいナイトレイブンカレッジ名物のトレイクローバーは未だに来ていないが、あ、ディアソですね。これはセベックねえ、セベック、あのさ、ちょっとリリアか、来なくて。まだね、20連目ではあるんですけれども、俺20連目で来ないと課金だからさ、ジェイドリーチ。いや、制服率が高いような気がする。もう、これはリリアピックアップ召喚っていうより、制服ピックアップ召喚では。あ、ディアソかい。いや、これは絶対制服が来る。ところが、どうすこい。リリアだったが、運動着でいらっしゃいました。なんで制服ピックアップだよって言った瞬間に運動着で来るの、リリちゃま。そういうとこ、めっちゃ好きや、デューあら、リュウくんも来ますね。しかも制服で、ちゃんと制服でね、来てくれら。はい、課金です。ちょっと予想してたけど、予想はしてたんだけれども、いざ課金となるとちょっとつらい。うわぁ、序盤にもう課金つらい。指紋で一瞬なのつらい。まあ、ありがたいですけれどもね。課金カードを買わなくてもね、もうこの、ねえ。指紋 P だけでこんなね、ワンタッチよ。いや、ものの3秒よ。ほら、見てこの増え方。ゾクゾクするね。はい、では石が増えたところで30連目の方やっていこうかなと思います。いやー、1万の課金だけで済んだらまあ嬉しいけれども、天井まで行くってなると2万目がちょっと、2万目っていうか、おっと、羽は2枚だ。よし、いける。あー、鏡さん、お願い。うわー、天井まで行ったら俺喉がいかれるから。あー、全然空気読んでくれない。まあ、闇の鏡さんってね、そういうことなんですよ。それが闇の鏡というものだよね。ジェイドリーチね。次は運動着でいらっしゃいましたね、ジェイドリーチ。さっき制服だったんですけれども、ああ、だんだん制服じゃなくって運動着も増えてきたのか。次はハーツかい。ハーツの、あ、マーボー、あららら、かわいい。初めてマブですかね。嬉しいですね。次、音来るか。あ、来ない。来ないけど、ピックアップしない。はい、アズール、アーシェングロット君の式典服ですね。いやー、この前のね、ブルームバスでも本当にありがとうね。まあ、天井前に来てくれと、おっと。これはリリちゃまですね。あー、式典服でも来てくれました、ありがとう。でも俺、両服が見たいんだな。いや、両服のあれ、あ、おっと、これはわ、ジャンミルパイパーか。あら、ジャンミルパイパーくん、また運動着で来てくれたの。ありがとう。あ、脇見せに来てくれたの。ありがとうね。いやー、ほんと、わ、エチエチおじたん。あれ、エチエチおじたんは運動着で来てくれないね。まあ、制服も好きですけれども、ジャミルパイパーくんが運動着で来てくれたのに、エチエチおじたんは運動着で来てくれなかったの？お待ちしてますね。着替えてきてね。
おお、ちょっと待って、今リュウくんの制服がまたもや着てましたね。結構今回偏りがすごい。あ、マレ様の制服、マレ様の制服もさっき着てなかったっけ。いやー、なんか今回はあやばいよ偏った時はちょっとねやばい。これがラギーブチだったらやばいぞ。あ、よかったよかった、ジャックハウルくんの運動着がいらっしゃいました。あ、ジャックハウルくんは初かなね。偏ったらちょっとね怪しい感じがするんですけれども、これはシルバーの運動着ですね。いやさ、3月のあのツイステ君の通知の動画の時も言ったんだけれども、終わりましたね言ったんだけれども、僕編集遅々番だから早めにガチャ終わらないと、ずいぶん先の話になっちゃうよこれ投稿するのね。だから、おっと、羽は2枚だ。よしよしありがとう、ちゃんと気持ちを組んでくれたのかな組んでない闇加賀かい闇加賀さん、あれ、さっきも闇加賀じゃなかったですか。闇加賀さん、トレイクローバーやっとヘイナイトレイブンカレッジ名物が、あ、来てくる。おっと、来るか。あ、ドキドキしたこれはリリアですね。あ、はい、次、式典服でいらっしゃいました。とりあえずヘイナイトレイブンカレッジが来たので、ここで流れがガラッと変わってくれればいいなぁなんては思ってますが、おサバナが多いのよね。あ、でも HH 応じたんだから当たり見て、さっき私が言った通りお着替えしてきてくれたの、この子。あ、めちゃくちゃ愛おしいんですけどあ、来るか。あ、ドキドキする。うわ、ピックアップもなんか仕事してる感じもする。式典服多いね偏ってますね。まあピックアップだからね、式典服とか実験着がたくさん来るのはまあまあまあ、予想はしてたんですけれども、もうね、覚醒の香水なのよもうね、両服も実験着も結構着てるから、だからお願いします。私が欲しいのは両服だけなんですねえ。あの両ビジュアルが欲しいの。フロイドは、フロイドもいいおっぱいですねいやー、運動着 HH おじたんのね、あのオムなのもねいいんですけれども、いや、フロイドもね、やっぱツートップないよな、おじたんとフロイドの運動着が、オムなんが毎回見るたびに思う、ほんとふわーって思う、すごいよね。あら、ぺったらこいオムナナことかわいい子だいや、ラギーブッチのオムナかわいいですね。なんか今フロイドとかおじたんの話してたら、このラギーブッチのオムナめちゃくちゃかわいかったですね今ねやっぱラギーブッチってキュートなんだよなね押したくなる気持ちもわかりますかわいいよねまずラギーブッチの話になっちゃった。シルバーの運動着ですね、次は。この子はムキムキないよな。あ、はい、終わりました。早い。次。あれ、ちょっとね、いつの間にこんなにいったの？やば。話してるからだよっていうね。やだ。あー、課金やだ。はい。羽は2枚なんですが、もうね、闇加賀が闇加賀ないよね。闇加賀ないよね。なんで再放送なん？いや、とりあえず、いや、羽が2枚だから、まあまあ期待は、望みはかけてる。ケイ君、あれ、ケイ君さっき実験着でしたかね。 R では初めてかな。ウィンクがとても可愛いです。のケイ君といえばウィンク、ウィンクといえばケイ君っていうねはい、セベクこの右手の拳がいいですよね、運動着のセベクはね、この確固たる自信やるぞって感じがね。あ、来るか。これは、あ、これはサバナですね。誰かな。あ、ジャック。いや、ジャックもね、この式典服が、見て、お耳がね、お耳が、かわいいの、フードにね、あー、隠れきってない、このお耳がかわいい。ビル様。あ、ジャックとね、ビル様仲良しですからね、一緒に来てくれたのかな。ありがとう。はい、次は誰でしょうか。あ、オクタだ。
あー誰かな、おーおー、エッチエッチなおっぱいは、またフロイドが運動着でいらっしゃいましたね。うん、本当に見れば見るほどいいわ。おっぱいのことしか言ってないのね。ごめんなさい。あー、ちょっと控えます。はい、次は、ピックアップ対象の、リリアの式典服ですね。まあまあ、なんかね、ピックアップは仕事してるのに、SSR だけ来ないのよね。うわー、カリムかー。ああ、そういえばカリムくんのタマーシュナムイナのグルービーもそろそろ解禁、そろそろっていうかもう解禁してるよね。あの4人ね。あと4人っていうか3人か。ああ、パソスト見たい。ああ、パソスト見たい。グルービー見たい。ああ、アズールのもまだ見てない。うわあ、7章も見たい。やることいっぱい。楽しい。ああ、カリムくん。ああ、でもそろそろグルービー見てやるからな、カリムくん。ジャミルは出てきますか、パソストで。カリムくん、お願い。そこだけ教えて。いや、もしカリムくんのグルービーにジャミルが見切れてたら、あ、レオナのパソストよりも先に見るわ。でも、あ、おじたんのもすごいんだろうな、きっとな。てかごめんなさい。パソストの話ばっかりしてたら終わった。ごめんなさい。あ、ガチャに集中しないと。いや、もう課金じゃん。うわぁ、もうやばい。やばいよ。うわぁ、2万課金はやばいよ。羽だけ落ちるの。むしろ羽しか落ちないの。鏡さんが、ああ闇かがなの。再放送も再放送でもうなんか羽2枚の闇かががデフォなんよ。なんで、なんでな、もしかして、私が、うわ今日ちょっと、うわ仕事を残して帰ってきちゃったからですか。もう3月の通知見てさ、ああもう仕事してらんねえやって思って早く帰ってきてしまったからですか、報いなんですか。だって帰りたくなるじゃん。ガチャもあるしさ。あ、来るか、あ、来ない。ああ懺悔しますんで来てください。うわあ、セベクジグボルト君。たまたま懺悔みたいなポーズになってる。代わりに懺悔してくれたのかな、ありがとう。なんか来そうな気がする。今から来そうな気がするよね、トレイクローバー。運動着でありがとう、いらっしゃいました。あー、でもなんだかんだでまだ2回しか、トレイクローバー来てないかな。あれ名物らしくないね。あとビル様の方が来てる気がします。いや本当にもう課金なんか、うわー来てくれないのか、リリちゃま。そろそろ来てよ。セベクが来るのよね。セベクも来るの、結構ありがたいけどね。まあありがたいことなんですけれども、早めに来てくれないとさ、俺喉がいかれるのよ。いや、いつも叫んでるからっていうのもあるんですけれども、俺花粉症なんだよね。この時期はインガインガする確率が高いんだよね。毎年言うけどさ。はい、リリちゃまの、これは運動機ですね。運動機、あの R のカードは、ピックアップの対象にはなってないですよね。たまたま来てくれただけですね。ありがとうね。ついでにリドルも来てくれました。ありがとうございます。制服ですね。次は誰でしょうか。ポムかい。ポム多いですね。あ、エペペエペペの制服がいらっしゃいました。エペペはなかなか珍しい。おっとこれはやばいぞ。最低保証かい。しかも最低保証かい。いやー最低保証で課金するって、あー最高だね。もう課金脳になってるのよ。もうちょっと、これで天井までは回せますが、あー2月4万も課金しちゃった。やばい。もうやばいよ。もうさ、ボーナスは年3回っていう法律決めよ。2月もボーナス月にしよ。あ、でもごめん、2月はもう終わるから、もう3月もボーナス。欲しい。ボーナス欲しいです。いや4万
加減するとは思ってなかった。闇の鏡に導かれし、リリ様の両服の通知来た時に、4万課金したらどうしようって言ったけれども、まあ、まさかなって思ったけれども、本当に4万課金するなんて思わなかった。リリちゃん、俺ツイステ君に絞り取られてる。そろそろ節制しないとダメかもしれない。いやでも3月ほら、なんか200連の確定ガチャになるって言ってたじゃないですか。おっと来るか。ああドキドキした。いやツイステ君の3月の通知もさ、さっき実況したばっかり、実況てかね、録画したばっかりだから、もうさっき言ったのか今言ったのかわかんなくなってる。でも確定ガチャが200連になって、もし100連のね天井がなくなってしまったら、私はね、ほんと3月からのガチャを、自分のガチャをね、動画の投稿を見直さなきゃいけないな、なんて思って、いや本当に怖いです。だから今目いっぱい、今この100連を目いっぱい100連をするかわからないですけれども、来るかもしれないしね、もう今すぐここに来るかも、来ないね。100連以内に来てほしいと願ってますが、とりあえずねこれ100連で1枚 SSR まだ来ますからね、この2月は。なのでこれに全てをとりあえずかけようかなって、ここまで課金したらね、もう同じようなもんっていうか、もう諦めもつくんですけれども、200連はね、200連はだってフルフルでしたら5万でしょ。これも何回も言ってた。もう衝撃的すぎて、もう5万って何回も言っちゃうのよね。はい、シルバーの制服ですね。はあ、来るか、そろそろ来るのか、来るか、おお来ない。来ない。あ、リドル寮長、実験機のこの腰のくねりが素晴らしいですね。好きです。このカードは好きなんだけれども、もうちょっと棺桶豪華になってもいいんじゃないかな。でもそこで来てくれないのがね、リリちゃまのちょっとこういたずらっこな感じを、ほら終わったでしょ。まあまあ最低保障ではなかったから、まあまあいいけれどもさ、あ、いいけれどもさ、よくはないな。よくよく考えたらよくはないな。いやー、刻々と、あー、天井への道が、階段が俺登ってる気がする。あー、どうだ、闇加賀さん。え、何連続闇加賀ですか。え、今数えてなかったけれども、もう久しいね。え、何玉とか久しいね。やばくない？え、もしかして私話に集中しすぎて、何玉見逃してたかな。もう本当に話に集中してると、もう大概ね、聞こえてないの。まあガチャとかはねセリフないんですけれども、この闇加賀さんだけね話すから、喋るから。いや大体そのなんていうの、その光加減、この紫が出たなって思ったら、もう何玉だって思うけど、大概聞いてないのよ。はい、次はリュウ君、多いですね。え、何回来た制服。5回ぐらい来てますよね。すんごい偏ってる。うわー、ちょっと、あ、これはスカラビアだ。これもしかして、あ、カリムか。カリム君も結構制服で来ますね。4回目ぐらい？ 3 回目ぐらい？もう結構私が見逃してるだけかもしれない。だってさ、いや、イデア氏来てなくないですか？え、来てる？見逃してるだけ？まだお会いしてない。音来るか？あ、来ない。ハーツが結構、ほら見て。偏ってらっしゃる。ヘイナイトレーブンカレッジ史上最も偏ってるかもしれない。これは、これはやばいぞ。楽しくなってまいりました。いやもうなんか終盤も終盤だから、ろれつやばくなってますよね。でもリリちゃまがね、もしお迎えできた暁には、ジャックハール君の時にはね、 ありがとう、来てくれてありがとうって、しっかり滑舌よく言ってあげたいから、ちょっと早口言葉でも久々にやってみましょうか。カエルピョカピョケムケパカパ。やっぱりダメでした。
久々にカエルペガペガみたいなやってみたんですけど、ピョコピョコミピョコピョコ永遠に言えないのよね、カエルのやつだけは。はい、あうんちっち早口言葉言ってたら終わりましたちょっと待って、次90連目、あやばないもう天井じゃない、もう天井だよ、わーやば、羽一枚ってどういうことここへ来て、ここへ来て羽一枚になるの、うわーこれはやばい、私今日で何回やばいって言ってるもん。だって羽一枚なのよ。うわこれリリちゃま、リリちゃま、もうこれさ、もう天井まで行くっきゃないなっていう感じではあるんですけども、だってもう90連まで回すんだったらさ、もうあと10連じゃん、回すじゃん。もう最後の10連で4枚ぐらい来てくれよ。もうなんなら5枚来て貫突してくれよっていうね。重なってくれよっていう願いを込めてね、今回してるのはデュークデュークめっちゃ来る、ありがたい、とてもありがたいけど、おっと来るかそろそろゾロゾロ来てほしい、なんならもう90連以内でも1回来てほしいはい、ラギーブッチの式典服ですね、うん、SR はね来るんですよ、よくね、うん、最低保証じゃないだけいいんだけれども、はい、シルバーの運動着もまたいらっしゃいましたね。うん、シルバーが重なってもなーっていうね。親父殿がいいです。しっかりと親父殿をお迎えして7章も見たいかなって思います。だって7章でさ、なんかあらすじリリちゃまのなんか送別会がなんだかかんだかで言ってたじゃないですか。めちゃくちゃ泣いちゃうじゃん、私。って思って。絶対思う、エチエチおじたん、あ2枚目だ、あ嬉しい、あららら当たりですまあ90連目で当たりも何もっていう感じなんですけれどもまあちょっと心にゆとりができたかなっていうねありがとうございます、いいエッチですはい、トレイクローバー、ヘイナイトレイブンカレッジ名物の、トレイクローバーもまた、こちら運動着、おっと来るか、お来ない、サバノの SR めっちゃクール、エチエチ落ちた、あらららあら、式典服でもこの表情見てていうかこのね前髪のかき上げ見て、もあほっと来るのかハーツ海兵とトレイクローバー、トレイクローバーここぞとばかりに来るじゃないの、90連目で序盤に来てくれてもよかったのに終わったよああ皆様ありがとうございました、100連です天井でしたまあでもとりあえずスリオホーグリム久しいね、まあ、とりあえずここであのすり抜けさえ、天井すり抜けさえしなければもうこれが聞きたかったの俺これを聞くために100連頑張ってきたんだけど、なんか全然言ってくれないし、全然闇かかだったんだもうでもとりあえずまあ100連でね、あの SSR は確定ですので、 SSR はねリリちゃまが確定ではなくって SSR が確定なので、まあそれをねまっすり抜けないようにって願いつつ、あーねSSR 待ちたいかなって思います。もうここら辺はねもうやる気ゼロです、まあ、とりあえず誰が来るか見てみましょうねはい、ラギーブッチ結構来ましたね、ありがとう、100連のうちに何ブッチ来てくれたかなありがとうね本当に嬉しかったですね、いろんな子が来てくれて、でもイデア氏はね結局来てくれなかったような気がする、えぺぺかわいい、運動着でありがとうね、俺今からリリちゃんも迎えに行ってくるねあと何連目ぐらいかな、5連目ぐらいかな、5連目、おおっとちょっと待って、ああ待って、まだ100連目じゃないよね、本当、ああリリちゃん、100連したの早い、あー数えとけばよかったリンリンちゃまごめんね、びっくらこいちまった、なんか早いね、あれ早いって、あ天井行っ
ってるよ、行ってない、もしかして。え、天井前に来た。今混乱しております。あー、かわいい。でもでもかわいい。リリちゃまありがとう。ほら見て、あ、ほら見て見て見て、あ、天井じゃなかった、あ、天井じゃなかった。100連目で来るならもうちょっと前に来てよ、リリちゃま。でもそういうところが愛おしいね。何連目で来るかの、これが、これは、これはまだです。いやー、ちょっと待って、いや、重なるんですか、トレイクローバー、ここぞとばかり。いや、よかと、しょっぱなからもうリリちゃまが、あー、85レベルに嬉しい。いや、そんなこと言ってセベクめちゃくちゃ天井すり抜けしましたからね、同じような状況でね。まあ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 、同じことは二度も起こらないでしょう。もうフラグなんてね、へし折りますよ私は。まあ、そうそうないですからね、大丈夫大丈夫。私はリリちゃまを85レベルにしたくて今たまらないですから。まあマドル不足でね、レベル上げはできないんですけれども。いや、来るか来るか、あ、よし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 、来るか、あ、よしよし、ディアゾだ。これは絶対にリリちゃま、リリちゃま、手伝ってくれんか。ありがとう、あー、かわいい。2回も来てくれるなんて、なんてお利口さんなの。まあ、とりあえずこれで、まあ、2回来てくれたので、うーん、まあ、前に2万課金して2体、2体っていうか、その2人っていうのを、なんかな、半分と考えればまあいいかって思っちゃうよね。しょうがないよね。まあ、でもでもとつれたのですごく僕は満足です。ありがとう、来てくれてリリちゃま、本当にありがとう。大好き、私リリちゃまのこと大好き。これで、いやー、ちょっとこれでもう7章見れます。あー、どんなになってるんだろうリリちゃま。あとパソストもエピソードレベル貯めて見てやるからな、本当にリリちゃまありがとう。はい、そしてここまで、あの、長い間、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。天井でした。いやー、来月のガチャ怖いですね。まあ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 ね、あの、来月の心配してもしょうがないので、とりあえず、次からはパソスト順を追って見ていこうかなと思いますので、そちらの方も時間がある時にご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。